ザヒストリカルアトラスでは、カナはガリラヤ中央に置かれている。カナは新約聖書に登場するガリラヤ地方の町の地名である。旧約聖書にはアシェル族の町にカナがある。これは、ツロの南東1 0トルにある、現在のカーナである。以前は、ナザレの北北東6トルのケフル県らがカナと考えられていたが、現在は、 ナザレの北14キロメートルのキルベトカーナの遺跡であると主張する人が多い。婚礼に招かれたイエス・キリストが水をブドウ酒に変えたナの根源の地として有名である。また、カペナウムの役人に対して息子の癒しを宣言された場所である。また、キリストの十二弟子の一人のナタナエルの出身地であった。なお、デバントのキリスト教を研究している文化、 人類学者の菅瀬明子によれば、レバノン南部の人々は、カーナがイエスの最初の奇跡の地であるかなであると信じており、また当地には、初期キリスト教徒が手彫りした洞窟が残っている。カーナはシーアハムスリムと若干のキリスト教徒が住む村であるが、この洞窟も、また、宗教、教派を問わず、人々の憩いの場となっている。ありがとうございます。